ポズナンでの採用例、コンビーノはシーメンス交通システム部製の低小路面電車である。それまでも低小型路面電車を開発していたデュワグ社が1996年に新設計のコンビーノ試作車を発表した。その後デュワグがシーメンス参加に入ったため、現在はシーメンスの名で販売されている。ドイツを中心に500編成以上が納入されており、 低床路面電車としては最大の勢力となっている。三車体連接車に関してはバンビーノという愛称もある。コンビーノの編成様々な仕様に対応可能なモジュール構造をとっている。車体はアルミニウム製で台車を持つ単車体とこの間をつなぐ台車のない長車体を交互につないだ。三車体連接、五車体連接、七車体連接。 旧車体連接の編成が組め、車体幅も 2300mm、2400mm、2450mm、2650mm の4種類の製作実績がある。2000年のエアフルト投入車から車体デザインが変更され、先頭部モジュールの長さが 5840mm から 6320mm に、 車体高さが 3200mm から 3300mm に変更された。機関はメーターゲージから標準機までに対応、また一方向のみ運行のしようとすることも両方向を運行のしようとすることも可能となっている。完全継承を実現するため、車輪は左右独立とし、両軸の主電動機を軸間の台車外側に配置し、ベベルギア、 直角中空軸積総合無駆動方式で前後の車輪を駆動している。左右の主電動機は1台のインバータで駆動される。台車には3先、フランジと雪の取り付けが可能。電気部品の大半は屋根状に装備している。動力は全台車に搭載可能だが、要求される性能次第で、付随台車にする場合も多い。ノルトハウゼンに導入されたコンビーノデオは、 ディーゼル発電機を搭載し、非電化区間では電気式機動車として走行できるようになっている。以下の所言は過去の実績に基づく標準的な数値。2004年3月12日、シーメンスはコンビーノの車体強度に問題があることを明らかにした。衝突時に天井が抜け落ちる可能性があり、12万キロメートル以上を走行したコンビーノを 営業運転から外すように運営各事業者に要請した。実際、古いコンビーノからはアルミ車体の継ぎ目にヘアークラックが見つかっている。そのためシーメンスは補強工事を行った。これに伴い、ポツダムは32編成の導入予定を取り消した。前述のリコール以降、シーメンス社は全くの新設計となるコンビーノプラスを開発した。これは、 従来のフローティング構造を採用した、デュワグ社以来の客室モジュール設計を廃止、各車両に台車を設ける構造に改め、車両交代の強度を高めた設計である。なおこれは、旧アドトロンズ社のブレーメン型に近い設計となる。2006年以降、ブタペスト、アルマタ等で採用されている。シーメンスの路面電車としては、部分提唱で高速運転を可能とした S70。 アバントやウィーンに1995年に登場した世界最低床のウルフがある。また、コンビーノに代わるシーメンスの超低床電車として、コンビーノプラスを発展させたアベニオが存在する。ありがとうございます。